いつもご視聴ありがとうございます。今日は沖縄本島のガンガラーの谷っていうところをご案内させていただきたいと思います。ここからガイドさんのご案内で約1キロぐらいですね、1時間20分ぐらいです。ツアーに参加したいと思います。ここで2万3000年前の世界最古の釣り針が見つかったそうです。赤城の森という亜熱帯の森を歩きます。なんかすごい自然ですよね。あちらも先ほどの洞窟にあったような巨大な鍾乳石です。開いた鍾乳石、洞窟の中じゃないと育ちにくいと研究者の方おっしゃってました。タヌキ、なんていう木かご存知の方いますか？ガジュマロです。あ、正解です。伸ばしています。根っこが垂れてきて足がバン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 。この木、目を凝らすと油ゼミがびっしりくっついてる。様がいるということで拝み始めたと考えられています。そして現在でもお客様が良縁や安産願いをしにお祈りに来ています。お願い事がある方お願いしていってください。後ろにある鍾乳石が生き賀の神と呼ばれる鍾乳石です。この洞窟、数百年前から人々が祈りに来ている洞窟です。せっかくなので皆様お近くまで来て、写真も大丈夫ですので交代で見ていってください。終わった方後ろに来てください。剥がれ落ちて転がってこの下の石に乗っかって止まったものです。今からこの下通ります。絶対人崩れるよね。でも大丈夫ですよ、数万年に1回しか崩れない。へこんでますね。あちらも同じ高さでへこんでいます。この辺りに水面があって水が流れて削り取られて、うわすごい大きい、森の妖精キジムナがいそうですね。人々が利用してきた場所です。先ほど気になされてた方いたんですけど、あちらお墓です。
川でしたとこのカンガラのカニ同じカニなんです。なのでこのカニ利用していたであろう、洞窟に住んでいたであろう。で最初に発掘を始めた洞窟です。まずなんでこの洞窟が選ばれたかと言いますと、明るいですよね。向こうからもたくさん光が入っています。明るい、風通しがいい、そして地面がほぼ平坦で乾燥しています。2008年11月、まだこれが石の棺とわからなかったので、この石どけてみようということになってどかしましたら、いきなり人間の後頭部の化石が出てきます。2万年以上前の太古への旅、いかがでしたでしょうか。ぜひ実際にガンガラの谷行ってみてください。概要欄にホームページを貼り付けておきますね。本日はどうもありがとうございました。これからもカイラス旅チャンネルよろしくお願いいたします。登録もよろしくお願いします。コメントお待ちしております。